はい、今日はサルーキーと一緒にお伝えしています。2人の出会いを聞いたんですけれども、はい、まず名前の由来、一緒にバンドを始めるようになってその名前になったのはどうしてかって聞いてもいいですか。これがですね、またあの森森さんと出会うより遡るんですけど、それより前なんですか。僕がまだ大学に行ってる時に、まあ、僕は大学辞めてその東京に出てきて音楽を始めたんですけど、僕が行ってたのは歯医者さんの大学で、結構まあ、そうなんだ、あの結構その硬いっていうか将来硬いじゃないですか、そこ出とけば。でもそれを辞めてこれをやるっていうのは結構なことなんですよ。勇気いりますよね、で周りからも止められるしですよね、でもまあ僕はもう人生一度きりだなと思って、もうちょっとあの大学に入ってから悩み始めて、なんかもうちょっと先が見えすぎちゃって、あ、自分の人生もこんな感じかと、まあ、思ってしまったんですね。でやっぱ好きな音楽を一回思いっきりやってみたいなと、かけてみたいなと、まあ、思うんですけど、実際にはなかなか踏み出せなかったんですよ。でそんな時に悩んでたらテレビ見てたらですね、あのサルーキっていうエジプトの犬がですね、車の CM かなんかに出てきて、もう横顔だったと思うんですけど、もう前しか見てない感じのこうシュッとしたこう凛とした佇まいなんですよ、サルーキっていうのは。でそういうのってなんかこう悩んでる時ってなんかこうインスパイアされるんですよね。あ、かっこいいなと思って、あ、僕もこういう風に行きたいなみたいな、なんかそういうところから、まあ、その、まあその後大学を辞めて、まあ、東京に出ていくんですけど、サルーキっていうバンドをやろうと思って出たんですよ、実は。もうそういうふうに決まってたんですね。メンバーもいない、もうビジョンを持ってたっていう、まあそうなんですよね。だから僕と出会った時はもう決まってて、あ、決まってたんですね。あ、じゃあもう意見は全然入らずってことですね、自分の意見はね。 OK、素晴らしい、森 OK 強しですか。だいたい断んない。最後のメンバーがいろんなのありますね。ね、そしてこの長い、ね、間ずっと一緒にやっていくっていうのはいろんなことあったんだろうなと思うんですけど、ね、ありました ね、 ね、ここまでやってくる、こう秘訣っていうかね、秘訣は、あのね、辞める理由は見当たらなかったですね。今もそうですけど、辞める理由が見当たらない、辞めたいなとかって思ったことないんですよ、僕。あ、そうなんだ。それが森森さんのやっぱ才能でしょう、ね。あ、なるほど、才能あの、ね、いや結構ね、最悪な時期とかあって、それ何かっていうと、まあ、あの、もともと森森さんとの出会いも早かったですけど、ね、4人のメンバーで始めたんですよ、その2001年の1月の段階で、で結構まあいろいろ頑張ってですね、大きいとこやったりとか、あのコンテストで準グランプリ取ったりとかいろんなことしていったんですけど、あのまあ7年やった後にやっぱなかなかこう食べていけないし、そのなんていうか、まあみんなもちょうど30歳になる手前とかの年齢になってくると、まあまあうちだけじゃないんですけど、他のバンドもね解散したりとかする中で、まあ森森さん以外のメンバーがこう辞めていったわけですよ。そうするとなんかバンドってやっぱこう4人で一つみたいなところがあって、ありますね、あのちょっとファンの人もがっかりしちゃって、ちょっとファンの人もこう去っていったりとかして、それでもう結構活動自体が大変な時があって、もうなんか、もう僕らが囲んでるものが全て諦めムードっていうか、あ、もうサルーキもきっと解散するんだろうなみたいな年が実はあって、2008年ぐらいなんですけど、でその時ね、まあ、森森さんとお正月ミーティングしてて、あ、まあ、僕的にはもう、あ、森森さんもなんか、辞めるって言ってもおかしくないなと思ってたんですけど、なんかね森森さんがですね、今年何するって僕が聞いたら、旅に出ようとか言い始めるわけですよ。まあだからいろんな状況、僕もその時なんかね、そうなんか、ちょっとね、こうそういう旅に 出たいみたいな気分の時だったのかもしれない。いろんな人生のブルースがね、プライベートでもいろいろあってね。それで初めての全国ツアーを、まあ、何を思ったのかですよ、まあ、まず車がないんですけど、車をくださいって言い始めて、まあ、まず言葉に、そしたら2週間前に与えられて、それで熊本県の天草にあるライブハウスから全国ツアーを始めた。面白いですよ。面白いでしょ。あれだって状況的にはすごい逆境の時ですよね。逆境の時に旅に出ようと考えて、そこから全国へ向けられていく。だから、あの、もうそれまでは、ね、逆にね、あの4人の時にできなかったことをしようって逆手に取ったんです。2人だとスケジュールも決めやすいし、早い、そうですよね、お互い2人だから、ね、そう、いろいろ早い、そう、
やるって言ったらやるって、もう一人の人の承諾でも決まっちゃうじゃないですか。あの役員会かけなくていいみたいな。そうなんですよ。それで仙台ぐらいまでね、あの全国ツアーをして、でもただやっただけじゃったら終わっちゃうなと思って、1年後に大きい目標である500人のライブハウスをもうあらかじめ抑えてたんですよね。で僕ら7年バンドやって最大で300人しか集めたことないバンドだったんですよ。でも今お客さんが減って目の前にお客さん3人しかいないのに、もう1年後に必ず500人やるって決めて、まあリスク背負ったわけですよね。だからその1年は大きかったですよね。なんか新しい応援してくれる人たちとすごく出会ったんですよ。それまでのお客さんの層とはまた違う。違う、男の人が増えましたけど、ね、そうなんですね。いや、いいですね。おじさんのファンとかも今までいなかったので、そういう人が応援してくれたりとか、まあなん、そうですね。面白いですね、バンドって。そして今につながっていくっていうことなんですね。やっぱり出会いですね。出会いってすごいですね。